はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日はね、ネクボ、これに関してね、ちょっと見ていきたいというふうに思います。で、ネクボって皆さんね、ドバ出しの戦術ということでよく知られてると思うんですけども、本当にね、ドバ出しした時になんかわかんないけど成功しないなって思ったことはありませんかね。私ね、今回まさにそれやっちゃったんで、それのね、失敗の原因っていうところをね、少しお話、今日はさせてもらいたいなっていうふうに思います。で、見てもらいたいリプレイは2つあります。でね、これ失敗リプレイです。これを2回見てもらってから、成功リプレイを見てもらって終わりにしたいというふうに思ってるんですけども、ネクボってそもそも何かっていうと、ネクロマンサー、これを出して、スケルトンを無限に生成させます。で、そのスケルトンを盾にしながら、後ろからこうボーラーでね、どんどん施設を削っていく、そんなような戦術ですね。で、この戦術、いいところっていうのは、ネクロマンサーたちね、今私これ使ってるこの相手の村、非常に壁の隙間が広いというか、壁がほぼ全部つながってるような格好に見えますよね。区切りが非常に少ないんですよ。で、こういう区切りが少ない、スケルトンがね、縦横無尽に広がれるような、そういう配置に対しては、無類の強さを発揮します。これ例えばね、ペッカとかを使っちゃうと、例えばですけどね、こういう風に、ここに入れたいペッカっていうのが、こっちとか、こっちに流れていっちゃったり、そういうね、ユニットの分散を狙ってるんですね。こういう壁の隙間、こういうね、隙間をこういっぱいこういうところにこう作っておく。ここもありますよね。ここもあるし、ここも全然入ってこれますもんね。こういう風に。こういう配置っていうのは、ユニットの進む方向っていうのを結構ね、その分散捨てて、で、バラバラにして撃破していこうっていう意図があるんですけど、逆に逆手に取れるんですよ。ネクロマンサー使うと。あっちこっちゃにね、こうネクロマンサーのスケルトンが入っていってくれるので、そのスケルトンたちをね、頼りにガン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 と、勢いで押していける。それがね、ネクボの、いいところでもあり、刺さる村の条件でもあります。あんまりね、壁の仕切りが多すぎると、壁に捕まってるスケルトンが、迫撃砲とかウィザードの塔の一発で全部やられちゃって、あっさりね、ネクロマンサーがやられちゃうんですけども、スケルトンがある程度こう分散してね、歩き回れるような、スペースのある配置、これにはね、非常にネクボが刺さります。が、私、思いっきり今失敗しちゃってますよね。前回どう考えてももうこれ取れないような状況になってしまっていて。なんでね、こういう結果になってしまったか。これをね、ちょっと、本日はお話ししていきたいというふうに思います。そこからね、ネクボを使う上での、重要なポイントっていうのを、こう気づいてもらえたら嬉しいかなっていうふうに思っているんですけども。さて、見ていきましょう。ですね、まずは、私のね、この攻めの見てほしいポイント2つ先にお話ししておきます。私ね、ネクロマンサーをここに4、ここに2、で、両サイドにこう向かわせながら、ここに残り6を出して、こんな面でね、出していって、で、中央に入れようというふうにしています。で、1個目の失敗。これは、出すタイミングなんですね。サイドカットっていうからには、ある程度、ここの4と、ここの2が、進んでくれてから、まずこれが、ステップ1ですよね。ステップ普通として、ここに6出す。っていうのが、正しい、順番だと思うんですけども、私このステップ1、2っていうのを、意識せずに、一気にね、ドバドバドバッと出しちゃってるんですね。これが、もう全然、大失敗の元です。で、そうすることによって、中央から出したネクロが、こっちに流れちゃうんですね。で、全然中に入っていってくれない。これが失敗の1個目です。2つ目は、スケルトンの動き方ですね。こっから入ってきたスケルトンがこっち流れちゃうんですよ。なんでかっていうと、ここに壁があるからですね。で、さらに、ここにも壁があるから、ここに入ってきたスケルトンがこっちに流れていくんですね。で、どんどん両サイドに分散していっちゃうんですよ。案外良さそうに見えるんですけども、じゃあネクロマンサー本体はどうかっていうと、
まっすぐこっち向かうんですね。まあ、そうすることによって全然何のサポートもないスケルトンたちがどん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 こんな風に両サイドに流れたところで無駄死にですよね、スケルトンの。これね、なんで起こったかっていうと、こことここの壁の処理が遅かったからなんですね。この辺っていうのをよくね、ちょっとまず見てもらいたいというふうに思います。まず1個目、ここからね、ゴーレムを出して、ボーラーからのスケルトンなんです、ネクロなんですけども、タイミング見てください。全然サイドカットが進む前に中央のネクロ出しちゃってますね、ウォールブレーカーの後ろに。これはもうアウトですね、もう本当に。でさらに、壁の中に入ってきたスケルトン、全然ウォールバースターの後ろに続いてませんよね。こっちのクロスボウの方流れていってます。さらにこの後入ってくるスケルトンもどん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 こっちのシングラティの方に向かっていってクロスボウに打たれていってますね。全く後ろからユニットが続いていってません。で中央には今、主力が入ってきましたけども、やっとこれでスケルトンが、中央に向かっているものの、あんまりね、序盤のスケルトンが無駄死にした動きで、全然施設をこう壊せてないんですね。こういうところとか中央の施設が壊れてないんですよ。なんで、トームを使ったりしても全然全然ギガデスラがピクともしていないし、レイジーを使って加速させようにも加速するスケルトンがいないっていう状態になっちゃってますね。で、中心に入ったユニットたちの、進行速度が遅くなっちゃったがために、まあ、あれよあれよという間にこうネクロマンサー本体がやられていき、で最後は、アーチャークイーンとグランドウォーデンだけが残るという格好になってしまってます。これですよね。やっぱりね、中央にちゃんとネクロマンサーが入っていかなかったっていうことで、火力不足になったこと、さらには、壁に阻まれてスケルトンがあっちゃこっちゃに散らばってしまって、その火力不足を加速させたっていうことですね。この2つの原因によって今回私のアタックっていうのは、最終的には、ネクロマンサーで押し切れずに、押し負けてしまったと、まあ、そんなようなね、結果になってしまいました。もう残念でしたけどね。でですよ。で、大事なのは、これじゃあどうしたらいいのっていうところをちょっとね、見てもらいたいというふうに思います。これですね。ランバラルさんのアタック。で、何をしたかっていうところをちょっとお話ししますね。先にすぐ終わるんで聞いてください。ここにクエイクで穴を開けるんですね。で、さらにここにもクエイクで穴を開ける。そうすることによって、ネクロマンサーとスケルトンのまっすぐ進むこのルートを確保するんですね。一番最初に。一番最初にこれやるんですよ。で、さらに出す順番も、こっちとこっちで、ワンテンポちゃんと置いてからここにネクロマンサーをステップ2として出す。このね、出すタイミングの一呼吸の間、この間をね、ぜひぜひ、見てもらいたいと思います。本当にね、いい感じの間を使ってます。まずは、クエイク発光を使っていきますね。まあ、このクエイク使ったネクボって、まあ、いろんな方がね、紹介もしてるんで、目にする機会が多いとは思うんですが、まあ、そのね、成功の、からくりというか、いうところをね、本日のこの動画で、気づいてもらえたら嬉しいな、というふうに思っております。まず、ゴーレムを出して、後ろからネクロとボーラー出していきますね。しっかりネクロを22で出していってますね。残りの6に関しては中央から出すんですが、まだ出してなくて、ここで出してますね。このテンポの遅さ、ワンテンポの遅さ、気づきましたかね。で、こうすることによってネクロマンサーが中心にしっかり入っていくのと、見てください、これスケルトンがちゃんとね、横にそれずにまっすぐまっすぐギガテスラ方面、この方面に向かっていってますよね。わかりますかね、これ。こっちに向かっていってるスケルトンがすごい少ないんですよ。こっちもそうですね。なんで、中央にレイジ打った時に一気に火力で押し切れて、もう、結構、中央の破壊が進んでますね。でね、マネクロ本体は、こっちの三種方面にね、こう、逸れていってしまったんで、ここにいっぱいいます。が、いますけども、まあ、中央にね、入ったスケルトンたちの仕事と、アーチャークイーンの仕事も相まって、結構もう破壊が十分進んでますね。グランドウォーデンのトームだって、ちゃんと温存ができてたので、ここで使っていると。で、壁の外に出ていってるネクロマンサーが非常に少ないので、最後ね、アーチャークイーンここで落ちますけども、ネクロのスケルトンプラスボーラーで、この最終的な、この区画を押し切っていけそうな感じがしますよね。ここまでまあボーラーとスケルトンがたくさん残っていれば、まあ、一応迫撃砲が残っているんですけども、それでもね、スケルトンが一気に全部はやられないので、
まあ、これ壁がね、分散してる利点ですね。壁に捕まってると一気にやられちゃうんですけども、捕まってなければ全然生き残ります。で、このままあとは力で押し切っていけるという感じですね。どうでしょうかね。見てもらってわかる通り、このクエイクネク棒のね、強さの秘訣っていうのは、壁をしっかり事前に崩しておくことで、スケルトンをね、しっかり前に前に進ませる、横に反らせないっていうことですね。これが1点目。で、かつ、そういう、シチュエーションを作るために、両サイドに出す、ネック棒とワンテンポ遅らせた形で、主力のネクロマンサープラスボーラー出していく。このね、間の取り方。このあたりっていうのを、まあ、本日のね、動画を見ながら、掴んで、もしもらえたらね、本当に嬉しいな、というふうに思います。はい。というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さん、関西クラクラクラブにも、遊びに来てもらえたら嬉しいな、というふうに思います。それでは失礼します。バイバイ。